また九条先輩を怒らせちまった。大丈夫ですよ、リトさんに悪意がないのは分かってるはずですから。でもな。で、リトさん自身はリンさんのことどうですか？え、お望みでしたらリンさんの気持ちがリトさんに向くように私動きますけど。なんでそうなる？九条先輩、血はよこせ。先輩、怒る気持ちは分かりますけど、刃物なんて。リトさん、危なくまな板になるところでした。どんなエッチいことをして怒らせたのですか？え、いや、これはなんだか屋敷の方が騒がしいね。なんだろうな。お前何して怒らせた？とほほ。気づきましたか、メア。この殺気、九条凛自身よりもあの剣からより強く放たれている。あの赤い刀身、おそらく魔剣ブラディクス。はい、しかしブラディクスは呪いの剣などではありません。寄生型知的金属生命体、2000年くらい前にどっかの銀河で作られたっていう実験兵器だっけ。血をエネルギー源として取り付いた人間を死ぬまで戦わせる魔剣。あれもまた銀河大戦の負の遺産。どうって紙一重で避けてる。どうすりゃいいんだよ。相手が先輩じゃ反撃するわけにもいかねえし。バカ来るな。大丈夫か、ナナ？ペタンコって言うな！ペタンコ！何事ですの？お父様の書斎がめちゃくちゃじゃない！リン？リンはどこ？ユーキリトたちも見当たりません！どういうことですの？これは嫌な予感がして来てみたが。ザスティン様、まあ、どうしてここに？え、天井院サキ殿でしたね。無断で上がり込んで申し訳ない。これだけ攻撃しても剣を弾き飛ばせない。だとしたら彼女を剣の支配から取り戻す方法は破壊するしかない。それはやめた方がいいよ、お姉ちゃん。あの剣が九条先輩を操ってるのは多分私のやり方に近いものだと思うの。サイコダイブの応用、ボディジャック、相手と融合し体の支配権を奪う力。剣を破壊すればシンクロしている九条先輩の心も一緒に壊すことになる。どうなるんだ？壊れた心はもう治らない。九条先輩は一生意識が戻らないまま。そんな、どうしたら。メア！うわ、びっくりした。その真剣な顔、もしかして私をペロペロしてくれるとか。違う、頼みがあるんだ。メアの能力で俺と九条先輩の心をつなげてくれ。俺が先輩をあの剣から引き離す。本気なの？今の九条先輩の意識はブラディクスが支配してる。下手すれば心をバラバラに引き裂かれるよ。そこまでする義理はあるの？九条先輩は前にミカンを助けてくれたんだ。俺にはそれだけで十分命を張る理由になる。いいよ。なら私も。ダメだよ、リト先輩一人でやるの。そこまで言うなら見せてよ。大丈夫だよ、モモ。気合でなんとかやってみる。たまにはこれくらいやんなくちゃな。体が自分のものじゃないみたいだ。メア！行くよ！ここが九条先輩の心の中。やけに暗いけど。なんだてめえは。俺
様以外に生体の意識にアクセスできる奴がいるってのか。ムカつくぜ。せっかく抑え込んだ女の意識を戻しやがって。ただでさえ布切れしか切れなくてイライラしてんのによ。そのままお前も支配してやるよ。後悔しな。執事長、九条海の娘、九条凛です。今日から咲様にお仕えすることになりました。うしっかり私を守ってね、リン。ずっとお守りしてきた。九条家と天上院家の関係などきっかけに過ぎない。私は咲様をずっとお守りする側でいいと思った。私は守る側の人間なのだと。そんな私をこの男は。そうだ、代わりにリトを行かせますよ。結城リト？大丈夫です。あいつあんなだけど本当に困った時は頼りになるやつなんで。なんだこいつは。逆に俺は剣が離れた。久々に波長のあるボディを見つけたのには。こうなりゃ他のボディを。もうおやすみなさい。リトさん。リト大丈夫か。あ、大丈夫。お前じゃない、先輩の方だ。心配ないよ。ブラディクスの支配からは解放されてるから、じきに目を覚ますよ。先輩のお手柄だね。いや、メアがって、あれ、さっきの髪の色。ん？出づらい。どうやら私の見せ場はないまま解決してしまったようだ。モモ様たちがご無事なのは何よりだが、しかし気になるのはあの赤毛の娘。まるで金色の闇のような能力を。モモ様やナナ様のご友人か。素性を隠した異星人などこの星では珍しくもないが。ザスティン様、お待ちになって。ああ、お前今頃来てどうすんだ、この役立たず。待って、ザスティン様。